これで皆さん振り子は入りましたよね。ここでトランプを用意してます。ドン！合ってるー！すごくないですか？あのさ、ひかけんじゃねえよ。どうも、明日への扉です。お願いします。今回はですね、ホコラを使ったダウジングに挑戦してみたいと思います。まあ、ダウジング、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。古くから伝わる占いの方法で、例えば棒とか、このような振り子を使って、地下水だったり、金属の鉱脈を掘り当てたりする。または、まあ、生活上のね、身近な悩みとかっていうのを、このダウジングによって判断したりする。はいはい、まあ、あるか。みたいなことが昔から行われてたんですよね、うん、今回はこの振り子を祠に入れて、そして私の潜在的なパワーを発揮しようじゃないかと。手で持つのとは違ってくるんですかね。そうなりますね。手よりも祠の方が敏感ですから、ね、対象物からのパワーをキャッチしやすいと。よりね、そう、受け手として分かるんだ。そういうことでございます。確かにそう。実際どうなるのか、レッツゴー。じゃあ高橋さん、はい、早速振り子ペンデュラムを私の祠に入れていただきたい。わかりました。これをじゃあ今から。はい。こっち入れるんじゃないよね。違いますね。あの重りの方をぶら下げるので。こっち入れたらあなたがペンデュラムになっちゃう。そうです。とても入りやすい形してるけど。はい。じゃあこのなんかちょっと丸いねあれがあるんで、それを。そうそうそう。じゃあ入れていきます。はい。普通に僕の指も一緒に入ってますけど。でここで締めて。はい、俺の指入ってるじゃん、うん、で俺の指をまず離さないように、うん、イメージで締め上げて俺の指だけ抜くから。ちょっと今締めるよ、うん、俺嘘ついたんかな。真実の口みたいになった。食われた。こんな抜けなくなった。OK。 じゃあこれで締め上げて。これ観光名所。じゃあ指に行きます。はい。あー全然ダメだ。そうよ、全然入らん。もう一回ちょっと深めまで。だ今第一。おおめっちゃ入るね。でもうちょっと入れて奥に俺が置いてくイメージかな。そう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 、レイアップと一緒ですよ。置いてくる。ちょっと締め上げて吸い込んでちょっと、うん、あそう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 。で指抜けました。えっ抜けてる。俺レイアップした後みたいな。ちょっと体勢変えていい？おお見えてると思います皆さん。どうだい？揺れてるよみんな。これで皆さん振り子は入りましたよね。ここでトランプを用意してます。スペードとダイヤのカードが用意されてあるんで、はい、でこれをこう裏にして置きます、はい、でどっちがどっちなのかちょっと当ててもらうって感じでいいですか。お願いします。先ほどの言ったように、はい、スペードとダイヤが入りますんで、はい、俺ダイヤの方を当てます、はい、どっちがダイヤかを当てるんで、まずはダウジングっていうのは対象物からのパワーを振り子を使って受け取らなきゃいけないのよ。はいはいはい。ちょっと片方の方で揺らして感じていますね。あ、まず片方。なるほどなるほど。まあいろんなやり方が。そう。いきますね。あ、めっちゃ触れてる、めっちゃ触れてるよ。振ってるからだ。めっちゃ触れてるよ。今回の場合振ってるからでしょ。すごいね。こっちすごい反応強いな。もう一回いいですか。こっちはやっぱあんま触れないんだよ。確かに。こっちはあんまり揺れてないですね、ペンデュラム。で、もう片方。もう片方知ってるね。うん。あ、ちゃんと止めて。うん、止めてからね。そうか。お願いします。ああいやいやめっちゃ触れる、めっちゃ触れてる。いやいや振ってますからね。めっちゃ触れてるよ。ダイヤからのパワー来てるわ。やっぱ感じ取ってるんですか、うん、やっぱ敏感と言われてる祠で感じやすいし、感じやすいからシンクロしてんだろうね。ちょっと決めちゃっていいですか。もう好きしてください。ほらほら今見た、今見た、落ちたよ。確かにペンデュラムは好き。ほらほら今あ
ていうのは指し示した。勝手に落ちたよ。っていうことはですよ。こちらの方がダイヤなんじゃないかなと。さあ、こちらがダイヤのエースなんではないでしょうか。ドン！合ってる！ほら！ほら！すごくない？すごくないですか？だって、こっちの方に明らかにペンデラムが反応し、そして、天津さんへペンデラムが勝手に落ちたの。決して俺の肛門が緩いからではないよ。だいぶそれ濃厚な気もしますけど。高橋さん。はい。4枚でやってみよう。絵柄を増やして、じゃあハートとクローバーも。追加で、この4枚でやってみましょう。はい。じゃあまたこれを挿入するということで。はい。まあ確かになんか波動を感じたペンデラムが落ちたというのはちょっと信憑性が高まったんで。うん。なかなかないですからね、ペンデラム落ちるってことね。いや、それはないですよ。お金入れないんだから。ダウジングやってる人、そんな人見たことないから。持ってるから、こうやって。完全にやっぱ向こうからの意思だよね。引っ張られた。引っ張られた。え、次も何当てるとこは？次もダイヤでいきましょう。あ、これを当てると、うん、やっぱり今これが一番感じる。そう、やっぱね、ペンデュラムがダイヤ型だから、そこのシンクロもあるんだよ、ね、あ、なるほどね、うん、はい、じゃあ、ダイヤのエースを今から探索していきます、まあ、まずね、一番端っこの方からね。まあ波動も来なくはないけど、そんなに強くはないかな、うん、続いて、はい、隣、うん、うん、これはないね。これは全くないね。3枚目。ああ、なるほどね。これは、ちょっと来てるから、うん、まあ、これも候補ですね。ああ、で、今のところ1枚目、3枚目なんですかね。ああ、これも来ないね。このね、1枚目か3枚目、どっちか赤ですね。ちょっと1枚目、3枚目、ちょっと外しますね。今2択に絞ったんだ。ちょっと新しい動きしますね。触っていいですか？どういうことですか？ああ。どういうことですか？ああ、なるほどね。ペンデラム直で当てるんだもん。当ててく。当ててく。なるほど。当ててどうなる？こっちの方が波動を感じるね。やっぱ直で触れちゃってるから、やっぱよりわかるもんか。でもこれは、術者の体にすごい負担かけるから、あんまりね、おすすめはしない。すごい動きしてる。トン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 。でも本来だったらさ、引っ張られるぐらいの力を感じるべきなんじゃないんですか？そうだ ね。それはどういう理屈というか。術者の疲労だね。わかった。ちょっと僕は何言ってるかわかんないですけど、もうちょっといらしてみてもいいかな、うん、あ、大きく大きくね。なるほど、なんかすごい。あ、すごいすごい、うん、息も荒いもん。よし、見えました。こっちだと思います。こちらがダイヤでございます。いきます、うん、こちらだ。ハートかー。いや、赤で惜しいな、じゃなくて。赤だったのは間違いなかったっすね。もう一個開けていい？不正解だったけど、こっちね。二択に絞ってた。そう、二択に絞ってた。クローバーか。あのさ、あれ？鉄にこんなん入れて波動なんか感じるわけねえから。こんなんオカルトだから。ふざけんじゃねえよ。おい、こんなんでダウジングできるわけねえだろ。何がダウジングだよ。ということで、以上、アセンの扉でした。